バラスティカの豆だと沢でです。今日は、はい、フライングタイガーで10ピンゾロ。久しぶりにフライングタイガー行ったよね。行ったね。ね、今日はフライングタイガーで10ピン買ったら何ピン揃うのかやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。はい、ちょっと一旦確認ね。はい、どう、自信ある？いや、ごめんなさい、ないです。いや、私もない。やっぱ雑貨屋さんじゃん、フライングタイガーって。でも、いろんな雑貨が売ってるんだよね。そう、キッチン用品、文房具、お皿とかさ、そういっぱいあって、もう分かんない。幅広かったよね、だいぶね。だいぶ幅広かった。え、じゃあ、はいはい、どうぞ。私これ、いや、なんか2個あって迷って、どっちか澤部さん買ってんじゃないかなって思って、買ったものがございます。こちら、ウィークリープランナーっていう、なんかカレンダーみたいなやつ。ない。ない？ない。そう、これなんかね、ちょっと開けていい？いいよ。これね、私もすごいいいなと思って買ったんですけど、こんな感じで1から銅、1週間のこうコマになってて、これそれいい。これ書けんの？いい。例えば月曜日これやんなきゃいけないとか。それいい。これめっちゃ良くない？いい。これ多分1個迷ったのが、なんかパープルのなんかメモ帳みたいなのあったじゃん。あった。それもあれでしょ。そう、ウィークリーかのやつよね。そうで、パープルの方かなってちょっと思ったんだけど、紫、これも紫だしさ、やっぱパープルだから澤出さんと言ったら、これね、あの、私全然見てなくて、パープルの方はすっごい迷ったんだけど、あ、ほんと、ペライチの紙だから、そうそう、絶対どっかやるし。そうなの。その、私目の前にさ、こう、バーって書けるカレンダーを貼ってあるから。そうよね。いや、別にこう、あれでいい話だなと思ってさ、買うのやめちゃったんだけど、これあったら買ってたわ。これめっちゃいいよね。半分こにするじゃん。意味ないんでしょ、半分こにしたら。一枚だけちょうだい。じゃあ、これワンチャンありそうっていうの出していい？はい。こちら。はい。ジッパー的なバッグ。ない。嘘でしょ。あったこれ。ごめんなさい、ちょっと私それ一回カゴに入れたの。嘘。水色のやつ。あった、あった、あった。でもね、違うの。ちょっとじゃあ、はい、一個出させて。いいよ。何を買ったのよ。こっち。そっちか。そう、そっちか。こっち使い捨てのやつ買っちゃった。そうね、こっちは洗って使ったりする方よね。そうなの。ダメだった。ダメ、これダメ。ダメですか。これね、柄いっぱいあったよね。それもすごい可愛いの何個かあったよね。なんだろうね、その生地ね。そう、こういうパチパチなんだけど、これはね、普通のプラの、あ、可愛いバッグ、パンダにした。パンダちゃんいいね。ちょっと惜しかった。これ三角だね。これ三角。いや、あんた出していいよ。いい。やっぱ、じゃあもう一個これはあるだろうってやつ出していい？いいよ。こちら、はい、ペーパーナプキン。ペーパーナプキン。あー、しかもちょっと柄が似てる。すごい、ほぼ一緒じゃんこれ。絶対サオデさんね、こういうなんか青いお花選ぶだろうなって思ってこれにしたの。青いお花選んでます。わー、よかったー。企画の時にも使えんじゃないって思って買った。そうそうそう、ね、フライングタイガーといったらこのペーパーナプキンじゃない？わかるわかるわかる。種類もいっぱいあってさ、ね、迷っちゃったけど、よかったこれにして。ありがとう、私に合わせに来てくれて。いや、よかったです。よしよし、自信出てきた。よしよしよし。こういうね、料理系続きで行くんですけど、うん、タッパー。ない。ない。いや、これ可愛いよね。これめっちゃ深いの、すごい。そう、だからサラダとか入れれるから、サーレさんこの色だったら買ってんじゃないかなと思う。ない。迷ったけどなかった。ないか。それもさ、ちっちゃいサイズもあったのよね。あったあった、いろいろあったよね。そう、それも迷ったんだけど、うん、やめちゃいました。あー、惜しかったね。惜しい。惜しかった。じゃあ私もう一個キッチン用品あんだけど。いいよ。これもうちょっと賭け。はい、こちら。はい、エッグタイマー。ないです。ないか。ない。それ、これ本当にこうやってカチカチって回して、うん、時間になったらタイマーが多分チリチリってなるやつなんだけど。あー、かわいい。卵型になってさ、こうやってねじんのよ、こうやって。これ多分結構原始的な音なんじゃない？そのなんか、そうかも。さっきからチリチリってなってるから。あ、かわいい。なんかちょっとこのままかけとくこれで。私もう一個キッチン用品あって、うん、でこれ最後のキッチン用品ね、多分。はい、こちらシリコンカップ。なーい。ない。ない。わかんないけど買っちゃったこれ。これなんかマフィンとか作れるやつだね。そうそう、なんかこれで、まあ多分わかんないけどプリンとかも作れるんじゃないかなって思って、いいね。
これこんな感じの柄はすごい可愛い。あんたそれで最後キッチン用品最後。ちょっと待って、まあ、食品はあるけど、うん、キッチン用品はないな。もう、わ、じゃあ私もう一個キッチン用品出していい？いいよ。え、終わってんだけど。ええ、チリチリとか言った？ただカチカチ言うだけ？むず。むず。じゃあ私これもう一個キッチン用品ね。はい。これハート型のスポンジ。ないないね。かわいい。それそんなのあったんだ。そうなの。シンクの掃除のスポンジで置いといたらいいかなと思って。うち今シンクの掃除のスポンジと、うん、皿洗うスポンジ一緒の柄っていうか種類なのよ。だから自分は分かってんだけど、うん、友達とかが洗い物やってくれてるってなった時に、うんうん、あっそっち掃除用だよみたいなこととかたまにあるのね。ありがちだよね。そういうのね。そうそうそう、うん、ごめんみたいな感じになっちゃうからさ、うん、だから掃除用はもうこれ。確かに分かりやすい。分かりやすいでしょ。ハートの方でって言えばいいんだもんね。そう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 。ちょっと待って、こっから結構自信ないな。これあんた見てたら買ってないかなって思ったんですけど、こちら、ハッピーバースデーバルーン。なーい。だいぶ賭けだよこれも。企画とかでさ、パラの6周年の時とかいいじゃん、ね、いいじゃんいいじゃん。使えるかなって思って。めっちゃ久しぶりにフライング大会って思ったのは、うん、なんかこういうハッピーバースデーの飾り、うん、とかがすっごい充実してるなって思った。わかる。なんか可愛いの多いよね。多かったね。あんた私もう一品キッチン用品やったわ。どれどれ。これ。はい。何それ。あのワインコルク。ない。かわいい。飲みかけのワインこれで止めてられんのよ。これあるとめっちゃ便利だよね。便利だよね。便利便利。そう。ないね。ない便利ない家計です、これも。はい。こちらなんかキーホルダーなんだけど、ここになんかうちらの写真とか入れられる、うん、なんかお金推しとかの写真を入れられるキーホルダー。はいはいはい、ない。何それ。これめっちゃ良くない？いいじゃん。なんか入れてみようよ、プリクラとかさ。いいね。これじゃない？これが入んないか。じゃあこれ入れるよ。うん。あ、ゴミ入れてる。あ、ちょっとあれだった？服んとこちょっと、ゴミ入れ来ちゃってもいいかな。どうだろう。どう？ちょっと入れそう。でもちょっと入れる。もうちょっとか。もっと大胆に。もっと大胆に入れてもいい。どうだろう。もしちょっと待って、これどこがあれなんだろう。あ、見て、いいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。みんな見える？めっちゃ良くない？それ最高じゃん。これすごいいいじゃん。みんなもやった方がいいよ、それ。これなんかしかも3つもついてるから、うん、あんたにこれ後であげるから。いいの、うん、うわー嬉しい。しかもクリアだとさ、こうやって両面で見れんだ、うんうんうん、自分たちのこと。嬉しい。じゃあなんかあんたさっき食品関係があるってポロッと言ってたから、うんうん、こちらポップコーン。ない。あー、どれ買った？私2個買ったんだけど、うん、サバ缶。ないない。そう、サバ缶がね、これ水煮なんですけど、うん、味噌煮込みみたいのと水煮あって、うん、なんか水煮買った。サバ缶あった？あった。なんか積み上がってた相当な量。私もそれ見てないな。あ、ほんと、うん、じゃあうちはなんか違うとこを見たのかな。ね、見てたのかも。かわいいね、パッケージがすごいかわいい、うん、かわいいね。そう、グミ。あー、かわいい。ないないです。これ食べてみない？食べたい食べたい。ほんとだ。うん、え、おいしい。おいしい。マスカットだね。だね。あ、書いてあったわ、マスカットって。あ、ジェリーサプライズって書いてあるわ。なんだろう、コロロに近い。あれ、コロロって今ない？あるんじゃない？見ない？なんかあんま見なくない？最近。あ、でも昔よりはないかも。確かに。美味しい。うん。うん。これおすすめ。うん。うん。あと私1個。え、そう、あんたもう1個？あと1個。やば。こちら。うん。帽子。ない。ないか。これめっちゃ懐かしいね。懐かしいよね。もらったよね。そうなの。もうほんと前だよね。うん。あんたさ、これ1個。はい。いいの？うん。だいぶこっちかぶるから。あ、いいじゃん。あ、進化してんだ。ちょっと。え、そう、ちょっと違う？なんかプロペラがちょっと進化してるわ、ほら。あ、ほんとだ。まあ、これで一緒にかぶれるってことで。そうだね。うん。じゃあもう一品出すよ。はい。これはもうちょっとかけすぎるわ、どっちも。かけすぎる？こちら。なんかカートのやつ、オブジェ。
ない。ない？でも見てた。見てた？可愛いよね。そう、これ可愛いなって思って、うん、別に何を入れるわけでもないんだけどさ、うん、しかもこれ何、子供が座る椅子までちゃんとついてんだ。ちゃんとついてんの。可愛い。そう。もう壊しちゃった。見てたのに。見てたのに系うちは結構あるよね。ある。じゃあもう私もあと1個。あと1個？うん。出していいの？じゃあ私。いいよ。いいよ。こちら、ゲーム系買った。こうやって、縄をこうやって持ちながら、ゴールにこう、穴に入れるっていうゲーム。楽しそう。ない？ない。ないよね。賭けだもん、こんなのは。私最後の1個はこれ。何？犬のおもちゃ。ない。あったんだ。そう、あったけど結構もう、ケツの方。ケツの方に？かわいい。ちょっとなる系？うん、なる系。それ犬大好きだ。あんたのとこの。いいの？犬たちにあげるよ。あちゃんとピーちゃんに？うん、ごめんね、1個しかないんだけど。いいの、いいの。かわいい、ありがとう。うん、じゃあんたにこれあげるから。これいいの？うん。これじゃあなんか、フォロミーの生配信かなんかでやろうよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。うん、あー、で、いろんな遊び方ができるのね。そうそうそう。この3種類ね、あるから。ここがさ、もうめっちゃくちゃになっちゃってさ、これはもう取れません。ほどきはないの。フォロミーやるまでにほどいとく。うん。はい、ということで、以上が我々の、ピンゾロたちでした。はい。一個だけあって、まあ、あとこれ、奇跡が起きてこれ。それ、まあ。三角、1.5 点ぐらい、ね、狙ってるとこは近かった。やっぱなんかこういうのとかさ、うん、あとお菓子とかさ。そうそう、うん、着眼点は良かったんだけども。ね、うん。皆さんもね、我々が今回買ったもの、うん、気になるものがあったらよかったら、店舗で見てみてください。うん、見てみて。この帽子も踏まえて。はい。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、バラスティカでした。